メイウェザーが内側に入ってジャブ打ってくるときに左アウト、右ストレートもらう角度で左アウト、綺麗にかわされてパーンってやられて、やられちゃうんで、ブーン。え、その席6人用。どうもみっくんです。謎その席6人用ってない。どういう車なんですか。その席6人用ってない。助手席とか後部座席は分かる、うん、6人用って何だ。縦になってるじゃん。いやし、皆様ご機嫌用ってちょっとなんか、うん、結びつくやつ考えたらその席6人用が出てきちゃった。用しか合ってない。用しか。うるさかったな、さっきまで。いいよ。まあって感じでね、はい、皆さんね、明日お、はい、メイウェザー対お朝倉未来さんが、いや、やりますね、はい、メイウェザー呼び捨てなのに朝倉未来さんはさん付けという感じでねやってきますけども、うん、ね、スーパーライジンって言ってね、うん、まあ、4試合あるんですけど、そうですね、はい、まあでも朝倉未来さんとメイウェザーの試合がまあ一番皆さん気になると思うんで、はい、まあ、ちょっとね、このスーパートレーナーの僕がおそう、未来さんとメイウェザーの試合の展開というか、これが当たるんじゃないかっていう、これをもらうんじゃないかっていうのをやりたいなと。お、はい、これ皆さんちゃんと見た方がいいですよ。結構ね、ちゃんとした動画なんで、うん、今日はって感じで、じゃあ早速やっていくんで、はい、ちょっとじゃあ手伝ってもらって。あ、分かりました、はい、相手役ですね、はい、はい、最初ね、その席4人用ということで車の話やん、もうって感じで、じゃあ最初、ミクルさんが何を当てたら、当たりやすい、当てたら何を当てやすいかってなりたいんで、うん、じゃあメイウェザーさんだよって。わかりました。メイウェザー、そう、これメイウェザーね。そうで、メイウェザーがもらいやすいのって、まあ、パッキョウ戦、パッキョウサウスポーなんであったと思うんですけど、メイウェザーが、メイウェザー結構内側のジャブ打つんですね。普通のジャブってまあこの位置でこう打つのがジャブなんですけど、相手の内側に入るんですよ、このジャブ。このジャブはメイウェザーうまいんですけど、うん、内側に入るジャブ、うん、そう、その位置じゃなくて、そう、内側に足入れて、こっち、そう、こう打つんです、うん、そうって真ん中に入るんだけど、そう、こう打つんだけど、で、メイウェザーってパッキャオでもらってたやつが、メイウェザーが、うん、内側のジャブだと思ってた、これをもらったんですよ、パッキャオのこれ。メイウェザーが内側に入ってジャブ打ってくるときに、左合わせ。これをミクルさんができれば、これ当たると思います。おなぜなら、そのパッキャオはめっちゃ速いからあれですけども、うん、ミキルさんがその、ミキルさんだって、ミキルさんが、その動きはできるかわかんないですけど、これはめっちゃもらってました、メイウェザー。パッキャオに。このサウスポーのパッキャオ。これ、うん。これですね。これが当たれば、メイウェザーも、まあ、ミキルさんも体重あるんで、これがガチャーンと当たったら、うん、もう、やられちゃう。かもしれない。おどう？もう一個。もう一個は、マクレガー。マクレガーが、メイウェザーに当たったなんですけど、はい、このメイウェザーの右、まあ、これもらうの覚悟なんですよ。おうおうおう、これ覚悟で、このタイミングで一緒にもアッパーだったんです。これ左アッパー、これもメイウェザーに当たってましたね。これ、もうもらう覚悟、右もらう覚悟で、こうもらってもいいからアッパーです。おうおう、これがマクレガーが耐えるからの時は結構、あ、序盤のラウンドです。序盤のラウンド、後半やられちゃったんですけど、まあメイウェザーじゃない、マクレガーもパッキャオのサウスポーと。で、まあ、ローガン・ポールの時は、まあ、10キロ以上差あって、ローガン・ポール最初もこんな感じで来たんですよ、うん、でもメイウェザー全部ブロックして、最後は、まあ、ちゃんとやられたんですよ、ローガン・ポールが。だって、まあ、メイウェザーディフェンスは完璧なんですよ、はい、ただこの2個、まずこの2個ですね、この2個が当たりやすい。なるほど、本当にこの2個を当てれたら勝てるんじゃないかと、ミクルさんも勝てるとかないですけど、エクシジョンだから、そのメイウェザーに一泡吹かせられるんじゃないかと、うん、思ったのが、分析した結果、この2個ですね。おまあ、ポジション取りが大事かな。なるほど。メイウェザーが逆にその内側のジャブを打たせるような、だからミクルさん結構内側取るんですよ、右フックうまいから。じゃなくて、今回は外取って、内取らせて、これにガチャコーン合わせるか、うん、まあ、マクレガーがやったように、右ストレートにモラトンゴでアッパーぶち込むか。うん、この2個は、まあ、もっといっぱいあるんですけど、大まかに言うとこの2個が展開の中でありそうが、ミクルさんだったらできるんじゃないか。おもう研究が分析うまいと思うね、ミクルさんもね、はいはいはい、なんでこの2個は結構いいんじゃないかなって僕も思ってます。じゃあこれに注目してちょっと試合に、いや、この2個が当たったら結構やばいですよ、うん、だからまあメイウェザーもそんな簡単には当たさせてくれないんで、うんうん、まあ、メイウェザーを応援してる人って、まあ、ミクルさんのアンチくらいだと思うんですけど
実際、まあ、そう日本人はまあ普通多分みくるさんを応援するじゃん、うん、そう普通に考えて、だってボクシングのさ、うん、世界チャンピオンの中の世界チャンピオン間違いないとね、MMA のさトップのファイターがやるわけだから、まあボクシングルールだし、しかもなんかルールだと足上げるのとかもなしって言われたらしくて、まあ、スーパーマンとかできない。ああ、なるほどなるほど。そうそう、掴むのもなんか投げちゃダメみたいな。はいはいはい。ガチガチのルールでやるから、まあ面白いですよね。ミクルさん、だからこの2個俺狙ってると思うんですよ。そうそうそう。まあなんか今日ね、すごい自信に。そう、狙ってると思う。でも逆に言ったら、じゃあミクルさんやって。ミクルさんも内側のジャブうまいですね。この内側に足入れながらこのジャブやるんですけど、最近メイウェザーこれに対してのこれうまいんですよ。ああ、もう完全にこれはうまいんですよ。なるほど。メイウェザーもしかしてこれがまあ同時打ちもカウンターもできるんですよ。だからミクルさんは内側のジャブをあんまり打たない方がいいんじゃないかと思ったので、逆にそうそうそう。じゃあこう内側からは内攻めはあんましない方がいいから、外攻めでメイウェザーを中に入れさせて、メイウェザーのこれを誘って、これを入れる。そうそう、これを入れる。これを。そうそうそう。そんなまあメイウェザーディフェンスうまいから、そう多分決め打ちしないと当たんないと思うんで、この2個で決めるイメージだなと、僕的には思ってます。であともう1個狙うのがメイウェザーって思ってた。そう。福原さんが狙うなら、まあ、オーバーフック。メイウェザーってこうスウェーがうまいんですよ。これがうまいんで、普通にあのここら辺打っても、まあ、空振っちゃうんですよ、うん、なんで首の裏、後頭部、うん、狙うイメージで思いっきり踏み込んでやるけど、そう当たればこれも当たるんじゃないか。そう、スウェーバック早いから思いっきり踏み込んでこう当たる。メイウェザーのポイントはメイウェザーのカウンターを警戒しすぎないと、うん、思います。入り込めるから、ね、うん、イメージだと1ラウンドはメイウェザーディフェンスしまくって、ああ、まあ、流す感じでパンパンチョ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 ンやってって、うんうん、2ラウンドちょっと攻めてって、で3ラウンドちょっと沸かせるんじゃないかと。おー、まあ、だから KO は僕あんまないと思ってるんですよ、正直、まあ、体重差もあるし、うん、メイウェザーがなんか体重何でもいいよって言ったんですよ、フルウェイトでいいよって言ったんですけど、まあ、それも、まあ、ローガン・ポールと10キロ差でやってるし、もう耐えれるのはガードすれば耐えれるんですよ、うんうんうん、でしかも重い方が遅いじゃないですか、まあ、余計ですが、うん、そうだからまあフリーエイトでいいよって言ってると思うんですけど、うん、自信があるんでしょうね、まあ、そうまあ、単純にね。そうだからなんすかね、まあ、ミクルさんに僕は勝ってほしいんでミクルさん人気の話をしてます、ね、なるほど、はい、これを当てればメイウェザーをってなるんじゃないかと。でその3ラウンドでその展開があれば、そう、まあ、あとミクルさんのその喧嘩時代の感覚とか、うんうんうん、メイウェザー喧嘩してないと思うんで、まあ多分アスリートそう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 、思いっきりの良さがやっぱミクルさんの方があると思うんで、覚悟っていうのがあるから、まあ、ミクルさんの方が気持ち的には有利なんじゃないかと、うん、そこの気持ちね、その技術とかはそれはメイウェザーの上だから動画の踏み込むこのそうそうこの感じが、そうミクルさんも多分ね、どうなんだろうね、打ち合うのかな、ああいう打ち合うでバンバン打ち合うかガード固めてバンバン行くか、その空手の試合みたいなことをするって言ってたんですよ、ミクルさんが、あ、見ました、ね、そうだからズッキーニファイトで、まあ、ガンガンずっとラッシュし続けるみたいな。お結構メイウェザー足使うの上手いから、うん、その展開にあんまなんないのかなっていう。あ、そのインファイトになる、メイウェザーもこうやってこういうふうに一緒にこうガンガンやることはあんま綺麗にかわされて、あーパーンってやられてこうこういうふうにあはやられちゃうんで、すごい動きがすごい。でミクルさんはまあこう入っていって、うん、まあ、いつも得意なのはこのフックですね、うんうん、まあストレート、まあ、ミクルさん結構頭傾く癖があるんで、こういうふうにそこに左フックとか合わされたりとかアッパーとか合わされたりがあるかもしれないですけど、まあ、さっき最初に言った2個、この内側のジャブにストレート、うん、と右ストレートもらう覚悟で左アッパーこれができればなっていう僕は見てます。でも楽しみですね、それ本当にもしその展開になれば、うん、ちょっと褒めてあげる。いや本当に本当でも皆さん見てもらえば分かるんですけど、そのパッキャオ戦とマクレガー戦、はい、これが当たってたんですよ、メイウェザーに。これしかほぼ当たってない、パッキャオでさえ、うん、普通に打っても全部こうスッてかわされて、相当すごいんだな、そう。マクレガーも本当、アッパーしか当たってないレベルだから、見たら、これしか当たってないから、はいはい、まあ、それでもその当たったやつを見てるわけだよ、ミクルさんも。まあ、確かに。だから、まあ、それをちゃんと狙ってくると思うんだよね。うんうんうん、が、まあ、本番でできれば、もうミクルさんがすごいって思います。おどう思いますか？そう思います。いや、それしか言えないもん、なんで。こんなに、こう、
ちゃんとトレーナーとしてのちゃんとした動画っていうの、うん、わざわざ俺を使ってさ、うん、普段そっちにいるのに、そうだね、こっち来てる、そうそう、まあでも本当に僕はみくるさんを応援してますんで、うん、はい、やっぱ人は沸かしてほしいなっていう、いやでも楽しみだな、うん、今のどっちかでもね、いやこの2個だと思うんだよね、当てるとしたら面白い、ねね、そのカウンターとかでも難しいから、うんうん、ミフックはいつもやってるやつは、うん、もうそこにいないってことだよね、メイダーも打ったらすぐもうスッスッって引くし、うん、この打ってからすぐ返すのがうまいから、おなんて感じですね、おはい、皆さんね、いい、面白いんじゃないですか、ね、はい、これね、これをね、うん、元に見てもらえればそうですね、面白いかなと思います、ぜひやってほしいですね、はい、パッキャオ戦とかマクレガー戦も見直してもらえると、うん、これとこれを当ててるんで2人ともね、うん、感じですかね、はい、この動画がね、はい、よかったなと思ったらチャンネル登録と高評価とコメントお願いします、久々にね、真面目な動画になりましたけどね、そうですね、でも楽しかったです、あ、本当に、うんうん、はい、って感じで締めますんで、はい、皆さんでもしこの動画の攻撃をみくるさんが当ててたら、褒めてください、そうですね、みくるすごーって言ってほしいですね、そうです、うん、って感じでね、皆さんね、一緒にねみくるさんを応援しましょうってことでね、はい、はい、みくるさんファンの方は僕と一緒に応援しましょう、はい、はい、って感じでまた明日メイウェザーとみくるさん、はい、始まったらまあすごい緊張かなと思いますけどね、いや楽しみです、はい、皆さんね、会場行く人もね、ペーパービュー見る方も、うん、気合い入れて応援しましょう、はい、お願いします、よし、ではまたの動画を次の動画でバイバイ、先メイウェザーやります、あ、でも僕はみくるさんの、あ、みくるさんやりました、みくるさんサウスポーですね、これ、はい、サウスポーで、メイウェザーはもちろん皆さん知ってます。これです、メイウェザーね。これ。で、これね、基本的に、まあ、メイウェザーがディフェンスはみんな上手いの知ってるじゃないですか。スゴロディキックスタイルなんだね。はい。はい、そう。皆さん、メイウェザーディフェンス上手いんですよ。まあ、パッキャオってやった時も、パッキャオサウスポーですね。まあ、ローガン・ポール、あとマクレガーってやった時も、まあ、メイウェザーってほぼもらってないんですよ。まず、パッキャオってやった時で、メイウェザーがそうサウスポーになってる時の、これポイントなんですけど、はい、基本的に、はい、まあ、サウスポーの人ってみんな、この右のストレートとかって、まあ、こういう風に避けてもらっていい、こう、こっちに避けようとするんですね。そう。そうそうそう。で、基本的にみんな、サウスポー苦手な人とかって、ここ、顔を狙ってるんですけど、それだと、避けられちゃうんですよ。けど、メイザーはしっかりサウスポーとやるときも上手くて、相手のこっちの右目狙ってるんですね。こっち側に。おー、なるほど。そうそう。外側を狙ってるんですよ。はいはいはい。こっちを狙ってるんで、基本的に今ストレートがこう避ける人には当たりやすい、うん、逆になるほど、そう、普通のサウスポー苦手な人はこう打つんですけど、うんうんうん、こっち外側に打つんですね、この位置から、この位置から打つんですよ、なんで相手左返せないんですよ、これ止まっちゃうんで、こういう感じで、そうそうそう、返せない、絶対返せない、避けても避ける方向に打ってるんで、そう、メイウェザーってディフェンス上手いって言われてますけど、KO 率 50% ありますからね、ちなみに、確かに2回に1回 KO してるんですよ、で、パンチ力あるっす、おね、みくるさんが、みくるさんもこう避けやすいんで、結構こう避けるのが多いんで、これがちょっと怖いかなっていう、メイザーってその相手の次の動きに予測してパンチ打ってるんで全部、これがメイザーの、まあ、強いところ、おお、はい、すごい分かりやすい、そうでしょ、でもこれメイザーが、僕メイザーの話はもうここら辺にしておくんですよ、メイザーも上手いんですよ、全部全部避けれる、はい、これメイザーの話しても誰も見たくないじゃん、メイザーの話は、はい、でしょ。